ユーラシアステップとは、ユーラシア大陸の広大なステップ、平らな乾燥した土地のことで、満州、モンゴル高原、タミール高原、キプチャク草原、ウクライナ、モルドバ、ハンガリーに至って分布している広大な乾燥地帯のことです。この世界最大の草原地帯であるユーラシアステップからは、騎馬民族の大帝国が何度も勃興し、世界の文明に大きな影響を与えてきました。おそらくユーラシアステップから文明的な影響をほぼ受けていないのは日本だけと思われます。日本がユーラシアステップからの影響を全く受けないことがわかる理由は、タンパク質の摂取方法です。タンパク質は三大栄養素の一つですが、人体の 20% を占める大変重要な栄養素です。タンパク質なしでは人間は肉体を維持できませんので、筋肉も骨も内臓も血液も皮膚も毛髪も人体を構成する要素はすべてタンパク質からできています。なので常にタンパク質の摂取が必要となります。大豆や小麦など植物から摂取する植物性タンパク質と肉、魚などで摂取する動物性タンパク質とがあります。特に動物性タンパク質は人間が健康を保つ上で不可欠な必須アミノ酸を含んでいます。というわけで重要な栄養素である必須アミノ酸をいかにして獲得するのか、その摂取の仕方が文明を分けてしまいました。日本には高い山々も多く、周りを海で囲まれているので、古来から日本人は魚や貝などで動物性タンパク質を摂取しましたが、それに対してユーラシアステップの人たちは動物からタンパク質を摂取したということです。日本の場合、海産物が豊富なのに加え、宗教上の理由で四つ足の動物を食べることがタブーでした。ヒンズー教徒が牛を、イスラム教徒が豚を食べないのと同じです。というわけで、日本人は海産物で重要な栄養素、動物性タンパク質を獲得し、食事と歴史を積み重ねてきました。それがユーラシア大陸では違います。ユーラシア大陸では、タンパク質を家畜の群れを飼う、牛、羊、ヤギなどから摂取してきました。もっとも、牧畜の歴史は農耕並みに古く、古代メソポタミアや古代エジプトにおいて、すでに始まっていたようです。もともと人類が狩猟生活を営んでいたのは確かなのですが、農耕が先か牧畜が先なのかはわかりません。ユーラシアステップでは農業が不可能なので、狩猟生活から牧畜に移っていったことは間違いないでしょう。乾燥地帯で水が乏しいですから。で、水が乏しいユーラシアステップに住む人たちは、人間が消化できない草原の草を、人間が消化できるような形に変える必要がありました。それで牧畜で羊やヤギに草を食べさせ、人間が食べられる肉や乳製品に変えることで、ステップ地帯で生き残ることができたわけです。ユーラシアステップの人々にとって、家畜は財産のすべてでした。牧畜は動物性タンパク質を摂取する唯一の手段だったからです。草原で家畜を追う遊牧民は、日常的に何百頭もの家畜を管理する必要があったわけです。逃げられたら命に関わりますので。とはいえ、何百頭もの家畜を柵に囲まれていない草原で放牧し、思い通りに移動させる。これには高度な管理技術が必要になります。また、家畜の血統を管理して、遊牧民に従順にさせると同時に、肉質を向上させるために、去勢技術が発展していくことになりました。去勢された家畜は飼い主に対して非常に従順になります。以前の動画でも解説したことがありますが、遊牧民族たちが草原を駆け回る際に乗っている馬は、去勢されたオス馬です。というわけで、ユーラシアステップ発祥の家畜の管理技術と去勢が人間にも応用されることになりました。人間を管理する技術は奴隷制度。さらに、去勢された男性を官僚として雇用するのは、官官制度です。奴隷制度や官官は、ユーラシア大陸全域に文明として伝わりました。古代ギリシャや古代ローマにしても、戦争捕虜は基本的に奴隷にされました。官官は中国が有名なのですが、公宮を管理する官僚として重宝され、古代ローマやギリシャ、イスラム諸国、北アフリカなど各地に存在しました。それに対して、奴隷制度も官官制度も日本社会に根付くことはありませんでした。結果、日本のみがユーラシアステップ発祥の人間を管理する、男性を虚勢するといった、一応文明と呼びますけど、この文明とは無縁な形で発展しました。日本も中国から律令制度を入れた際に、一応抜皮制度ができましたが、律令制崩壊とともに瓦解して、10世紀には抜皮廃止令が出ました。また、官官に至っては、制度的に存在したことはありません。日本人は、主に海産物から動物性タンパク質を取ってきました。海産物、つまりは魚や貝などですが、魚や貝は家畜とは違い、人間が管理することはできません。日本人は自然の恵みを最も重要な栄養素として摂取し、日々の営みと歴史を積み重ねてきたのです。というわけで、家畜を管理することが発祥の奴隷制度、官官制度といった文明は合わなかったわけですね。日本とは異なり、家畜を管理しなければ生き延びられない過酷な草原地帯で勃興した遊牧民の文明ですが、歴史的に確認されている最初の遊牧国家は、今のウクライナ南部、ギブチャク草原で勢力を誇ったキンメリア人と言われています。キンメリア人は、はじめアジアの遊牧民であったのですが、マスタゲタイ人に、攻め悩まされた結果、ボルガ川を渡り、キンメリア地方に移ったと言われています。マッサゲタイ人というのは、中央アジアの遊牧民です。マッサゲタイ人に攻められたスキタイ人が、ボルガ川を越えて西に進み、キンメリア人が住んでいた地域に移ったと、古代ギリシャの歴史家ヘロドトスが、辞書のヒストリアに書いています。この中でもスキタイ人は、イラン系の遊牧騎馬民族なんですけど、黒海の北岸を中心に、アケメネス朝ペルシャ帝国と歯を競うほどの遊牧国家を築き上げることとなります。ちなみに、アケメネス朝ペルシャ帝国は、紀元前6世紀から5世紀にかけて最盛期を迎えた、今のイランを中心に、西はエジプトから東はインダス川に至る広大な領域を誇った王朝です。特に、第9代王であるダレイオス1世は、国内に王の道と呼ばれる街道網や港湾を整備し、土領港を統一し、貨幣制度も整備しました。その後の人類文明に大きな影響を与えた大帝国とスキタイが真っ向から衝突して、最終的にはアケメネス朝の軍隊を撤退させました。遊牧民は馬に乗り慣れているため、成人男性のほとんどが、そのまま騎兵となります。さらに日常的に狩猟も行っており、騎射、つまり騎乗したまま矢を追いかける技術も高い。結果、ひとたび遊牧民の集団化が始まると、たちまち強大な軍事国家が出来上がることになります。スキタイから騎馬技術を伝えられ、中央ユーラシアに大帝国を築いた強度、さらには、フン、アバール、ハザール、ウソン、右岸、戦費、鉄録、従前、後者、独血、ウイグル、キルギス、ブルガール、キタイ、カラハン、カラキタイ、マジャール、ホラズムシャー、キプチャクなどなど、ユーラシアステップを舞台に無数の遊牧民国家が勃興し、滅んでいきました。民族的に後世に最も影響を与えた遊牧国家は、おそらく突厥です。突厥とは、キュルクとも呼びます。別の言い方をするとトルコです。キュルクとトルコは全く同じ単語ですが、日本の歴史学会では突厥のことをキュルクと呼びます。で、その突厥の人々は、突厥滅亡後もユーラシアステップで活躍し、いくつもの遊牧民の帝国を打ち立てます。ウイグル、キルギス、カラハン朝など、すべてトルコ系です。トルコ系の遊牧民たちは次第に西へ西へと向かい、モンゴル帝国とも融合しつつ、最後にはアナトリア半島に到達し、トルコ系のオスマン家の出身者を皇帝としていただく多民族国家、オスマン帝国を築き上げます。もっとも、オスマン帝国時代は、トルコ人という言葉は、遊牧民、田舎者といった意味の別称だったんですけれども。ちなみに、現在のトルコ人たちは、堂々とトルコと名乗っていますが、それは、オスマン帝国が第一次世界大戦で解体され、トルコ共和国が建国された際に、初代大統領のケマル・アタトゥルクが、国家のアイデンティティ、つまりはナショナリズムの礎として、トルコ民族主義を打ち出したからです。自分の国はいかなる事情でこういう国家であるのかを説明する思想的な基盤です。日本の場合、何しろ2000年以上も昔から続いている国なので、ほとんどの日本人はこの手のことを考えることはありませんが、大帝国の解体を受けて成立した当時のトルコ共和国では、自分たちはいかなる国の国民であるかと自分たちを納得させる理屈が必要でした。日本人は恵まれすぎていて、その重要性に気がつかないわけです。現トルコ共和国において、建国の日は西暦552年とされています。西暦552年は特決が成立した年です。それがトルコ民族主義というわけです。もちろん特決が現トルコ人の遠い先祖である可能性は高いのですが、本当のところはよくわかりません。もともとの特決があった地域というと、今の国名で言えば、カザフスタンやキルギス、トルクメニスタン、ウズベキスタン、さらには中国の東トルキスタン、中国共産党は新疆ウイグル自治区と呼んでいますが、すべてトルコ系です。加えて、黒海とカスピ海の間、コーカサスのアゼルバイジェンもトルコ系。今のトルコから中国に至るまでトルコ系の方々が大勢住んでいるわけです。大モンゴル帝国を築いたモンゴル人はトルコ系ではありませんが、トルコ系民族とは切っても切り離せない関係にあります。遊牧民は文字通り放牧で家畜を飼い暮らしていますけども、当然ながら穀物や布類、日用品など、農耕地帯で生産される物品を必要としていました。特に栽培に際して、水を大量に必要とする米などは、草原では贅沢品でした。逆に、草原地帯の遊牧民は、乳製品、革製品、馬などを産出します。というわけで、農村地帯と草原地帯との間を行き来し、交易をして生業を立てる商人たちが存在しました。当時のステップの通称を握っていたのが、主にトルコ系のウイグル人たちです。ウイグルは、もともとトルコ系の遊牧民でしたが、遊牧民が商人に転職したという感じでした。そして、ユーラシアステップを西へ東へと商売して回るウイグル人にとって、国境を越える際に、毎度毎度通貨税を取られた乾燥地帯に多数の遊牧国家があるのは、大変都合が悪かったのです。というわけで、ウイグル人は、チンギス・ハンの征服国の時点から、モンゴル帝国に協力的な姿勢をとりました。当時のウイグル王は、チンギス家の娘を妻にもらい、いわばモンゴルに婿入りしたわけですね。モンゴル帝国は、クビライ・カーンの時代に、朝鮮半島からポーランドまでを支配下に置き、通貨税を撤廃したので、ウイグル商人たちの賭けは見事に当たったことになります。モンゴル人はそれほど数が多かったわけではないため、モンゴル帝国ではウイグル人以外も様々な人種、民族が活躍することになりました。今のロシアよりも大きな国家が大モンゴル帝国ですので、単一民族の国家であるはずがありません。遊牧民は農耕民族と比べると、もともと異なる人種、言語、民族の人々と触れ合う機会が多いから、当然そのようになります。特にモンゴル人は、異なる民族であっても、イルモンゴル、モンゴルの身内として受け入れていきました。ウイグル人をはじめ、トルコ系の遊牧民たちは、続々とモンゴルの身内、イルモンゴルとなっていったのです。牧歌的な話ではなく、単にモンゴル軍が最強だから、ユーラシアステップ中の諸民族が、力の論理に従った結果なのですが、何しろ草原での遊牧生活は過酷です。家畜に食べさせる草が尽きたならば、他の地域に移動しなければなりません。そこに別の部族がすでに放牧していたとなると、即戦闘が始まります。草地を譲ると部族が餓死する。奥さんも子供も死ぬ。条件は相手も同じなんですね。戦うしかありません。そして負けた方は生き延びられない。常に馬に乗り、騎士の戦士として家畜を追い、生き延びるための戦いが日常茶飯事。そりゃ農耕民族は叶いません。しかもユーラシアステップの遊牧民たちは、草原で食い詰め、どうにも生き延びることができないと判断すると、途端に農耕地帯に略奪目的でなだれ込んできました。実際、ユーラシアの歴史は、ユーラシアステップの遊牧民たちにより動かされてきたと言っても過言ではありません。乾燥地帯は悪魔の巣だ。乾燥地帯の真ん中から現れる人間の集団は、どうしてあれほど激しい破壊力を示すことができるのだろうか。とにかく昔から何遍でもものすごく無茶苦茶な連中がこの乾燥した地帯の中から出てきて文明の世界を嵐のように吹き抜けていった。その後文明はしばしば癒すことの難しい打撃を受ける。と文明の生態史観で有名な日本の梅沢忠夫は書いています。